福島ユナイテッド FC は日本の福島市、藍津若松市を中心とする福島県全域をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するサッカークラブ。登録チーム名は福島ユナイテッドフットボールクラブである。クラブ名のユナイテッドは英語で結ばれた、団結した、統一したの意味に由来し、チーム、選手、スタッフサポーター、また中通り、 合津地方、浜通りと地方ごとに文化の異なる福島県が一つになって福島の発展、活性化のために活動していくことを表現している。ホームタウンは J リーグ加盟当初は福島市を中心とする福島県全県であったが2017年5月25日に福島市、合津若松市を中心とする福島県全県に変更された。 ホームスタジアムは、東方、みんなのスタジアム、練習グラウンドは、福島市16沼公園サッカー場及びあずま、総合運動公園補助陸上競技場である。エンブレムは、チームの力強さと、クラブサポーター、市民が一つになって、夢を叶え、そして戦っていくイメージを表現。未来に続いていくクラブの活動を象徴する、フェニックスが王冠をかぶり、 福島県の地図が描かれたボールを掴んでいる。2002年4月、FM 福島のアナウンサーだった、横田厚氏が福島から J リーグを目指す団体として、福島夢集団を創設。2004年4月に、福島夢集団ユンカーズを設立。2005年には U-18 チームを結成。5月に、女子バレーボールチームを設立し、 福島夢集団は NPO 法人化した。参入した福島県社会人、サッカーリーグ3部を優勝、翌年の2部昇格を決める。2006年、福島県リーグ2部を2位で終える。12月に FC ペラーダ福島の運営を譲り受け、FC ペラーダ福島をトップチーム、ユンカースをセカンドチームとした。2007年より FC ペラーダ福島として、 東北リーグ二部難リーグに参加。福島市出身で、元湘南ベルマーレの時先優が、選手権監督に就任した。また同年には23,546名の署名の下ホームタウンである福島市に支援を要請。福島市からの支援文書を持って、J リーグ準加盟申請を行うが、この年の承認は先送りとなった。東北リーグ二部難リーグを2位で終える。 2008年2月に運営法人として株式会社、福島スポーツマネジメントを設立。クラブ名を現在の福島ユナイテッド FC に改称した。監督に斉藤誠が就任。東北リーグ二部南リーグを全勝優勝し、二部北を制した森岡ゼブラを下して、東北リーグ二部優勝を決め、一部昇格を決めた。なお、ユンカースは、 チーム名を FC 社員連福島に変更し独立した。2009年、監督に福島県リーグのアビラーションから石田学を招兵初参戦の東北リーグ一部はグルージャ森岡と特失点1点差の2位で終えた。第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会の2回戦で CE 大阪に勝利を収めた。2010年、 元岡山監督の手塚里氏が監督に就任。第46回全国社会人、サッカー選手権大会でベスト4に入った。第34回全国地域、サッカーリーグ決勝大会は一次リーグで敗退した。なお、同年8月10日に運営資金が約1000万円不足し、10月に資金がショートする恐れがあると発表した。2011年2月、 福島県財界が中心となって、新しい運営会社となる、株式会社 AC 福島ユナイテッドが設立された。3月、東日本大震災を呼び、福島第一原子力発電所事故の不安から、多くの選手が退団したため、現役を退きコーチを務める予定だった。キムキス、柳原博が、現役に復帰した。福島県内での試合が禁止されたため、 他県で、ホームの試合を開催することを条件に東北リーグの参加を認められた。東北リーグ一部で、初優勝した。第35回全国地域、サッカーリーグ決勝大会は一次ラウンドで敗退。2012年、前年で現役を引退した時崎優が監督に、就任する。東北リーグ一部で優勝し、連覇を達成、第48回全国社会人。 サッカー選手権大会は準優勝。第36回全国地域サッカーリーグ決勝大会も準優勝した12月16日の日本フットボールリーグ理事会で JFL 入会が承認された。天皇杯は2回戦で J2 の交付3回戦で J1 の新潟に勝利し、福島県生発となるベスト16に入った。 なお3回戦の新潟戦における、マシコヨシヒロの決勝ゴールは、駿河アイドリームアワードにて表彰された。2013年、湘南と業務提携を結んだ。初の全国リーグとして挑んだ、第15回日本フットボールリーグでは18チーム中14位という、結果に終わった。天皇杯は2回戦で、甲府に敗れた。9月に J リーグ準加盟クラブとして承認され、 11月19日の日本プロサッカーリーグの理事会で J リーグへの入会と2014年の J3 リーグ参加が承認された。監督に栗原圭介が就任。福島市出身の杉山拓也が長崎から加入。提携する湘南から河野良介、柴原誠、碇介隆、田村翔太、安藤明が期限付き遺跡で加入した。 初参加の J3 リーグは12チーム中7位。天皇杯は1回戦で当時関西リーグに所属していた奈良クラブに敗れた。シーズン終了後、時崎類が引退。栗原大成2年目。福島市出身の茂木ギ人が神戸から加入。湘南から前田直樹、福岡翔太が期限付き遺跡で、鳥取から戸川健太などが加入した。 リーグ戦は13チーム中7位。天皇杯は1回戦で、同じ J3 の秋田に敗れた。シーズン終了後、大原拓武が引退。横野義樹が、バンコクへ不思聖雄二が、山口、斉藤啓太が熊本へ移籍。2月に、福島市にサッカースタジアムを作る会が発足。7月には、福島市にサッカースタジアムを整備することを。 要望するための署名運動を行った。栗原大成3年目。岩市出身の渡辺匠が横浜 FC から加入。清水から高校サッカー選手権特典王の経歴を持つ樋口、広敷などが加入した。リーグ戦は16チーム中14人天皇杯は2回戦で横浜 FM に敗れた。シーズン終了後、栗原圭介が監督を退任。 戸川健太、上村慶、野田昭弘が引退。大分、清水で指導歴のある、田坂和明が監督に就任。密集をコンセプトにした、パスサッカーを試行する、チーム作りを行う。湘南から田村翔太が再び紀元付き遺跡で、鳥栖から平秀斗などが加入した。7月には、湘南から伊藤剛が、育成型紀元付移籍で、松本から七高明。 群馬から正武太洋介が、期限付き遺跡で加入した。リーグ戦は17チーム中10位。福島県サッカー選手権大会の決勝でいわき、FC に敗れて10年連続の天皇杯出場は、ならなかった。シーズン終了後、渡辺匠、キムコンチョンらが引退。川上龍が北九州へ移籍田坂大成2年目。湘南から、和田京生まれ。 神戸から東俊也が、紀元付き遺跡で、山形から宇佐美広和などが加入した。リーグ戦は17チーム中12位。天皇杯は、昨季同様に、県予選の決勝で岩木 FC に敗れ、2年連続で、出場を逃した。シーズン終了後、田坂和明が監督を退任。石戸和と、鴨志田誉、平秀人が引退。田村翔太が熊本へ、 前田直樹が岩木 FC へ移籍した。12月、ホームゲーム最終戦のセレモニーで、代表取締役の鈴木隼人が2022年問題、として、スタジアム問題を明言した。監督に、元、イナックコ戸ベレオネッサ、鳥取などで指導歴のある、松田武雄が就任。湘南から金ムミ仙台から、イーが、期限付き移籍で加入。 京都から田村良介、SV ホルンから川中健太などが加入した。シーズンの途中に U-17 ナイジェリア代表に招集歴のあるオリグバジジョイスマイラが加入。リーグ戦は18チーム中11位。個人では部サッガー15ゴールを挙げて得点ランキング4位に入る。天皇杯はまたも福島県予選で岩木 FC に敗れ、3年連続で出場を逃した。 シーズン終了後に、ブサッガ富山へ、堀田大輝が湘南へ移籍。同年6月4日付で増資を行い、東洋ワークの子会社となることが発表された。松田大成2年目。時崎優がトップチームのコーチに就任。湘南から福島隼人とと勝ち、FC 町田ゼルビアから渡辺健太が、期限付き移籍で加入。口述の通り、 トウスタのナイター設備の常設化決定により、例外規定の適用を念頭に2021年6月30日付で J にライセンス申請を行ったことを、運営会社の社長である鈴木隼人が公表しているが、株組織の選手登録の問題により2022年度の J にライセンスは不交付となることが決まった。クラブは U-18 のチーム登録は済ませており、 2022年の高窓の宮ハイ JFAU-18 サッカーリーグ福島県 F3 県北大会出場へ向けて準備するとしている。ホームスタジアムは福島市にあると、右方、みんなのスタジアムである。過去のホームゲーム開催スタジアムは福島ユナイテッド FC の年度別成績一覧、年度別入場者数を参照。なお、 と、ウスタは2022年6月までに J3 でも設置が義務化される夜間照明設備が設置されておらず、加えて芝を高麗芝から西洋芝に置き換えた際の排水機能工場が不十分だったため芝の生育が悪いことが指摘されており、スタジアムを所管する福島県が対応を検討している。その後、福島県が トースターのナイター照明設備の常備化を決定したことを踏まえ、例外規定の適用を念頭とした J2 ライセンスの申請を2021年6月30日付で申請したことを運営会社の社長である鈴木隼人が公表しているが、上記の下部組織の選手登録の問題により2022年度の J2 ライセンスは不交付となることが決まった。クラブは トースターの諸施設についても、J3 ライセンスを改めて申請するにあたっての質案件であるため、速やかに改修工事を行う予定であるとしている。練習用移動技通常ユニフォーム、限定ユニフォームハット J リーグ規約では2016年より、登録チーム名が、福島ユナイテッドフットボールクラブから、福島ユナイテッド FC に変更されている。実際には、最終節のみ、 北方市の押切川公園スポーツ広場で開催した。ABCD クラブ概要。株式会社 AC 福島ユナイテッド。2019年7月29日閲覧。ABCD FGHIJKLMNO プロフィール福島ユナイテッド FC 日本プロサッカーリーグ。2020年8月3日閲覧。ABC J リーグ入会審査結果について、日本プロサッカーリーグ、http コロンスラッシュスラッシュ www.jleague.jp スラッシュリリーススラッシュ ARTICLE-0005487 スラッシュ2016年11月21日閲覧。ABCDEFG J クラブ個別経営情報開示資料。日本プロサッカーリーグ。 2020年8月3日閲覧。J リーグ規約2016第3章 J クラブ P24、福島ユナイテッド FC ホームタウン追加について、日本プロサッカーリーグ、https コロンスラッシュスラッシュ www.jleague.jp スラッシュリリーススラッシュ post-490132017 年10月3日閲覧 ?ab クラブ遠隔。株式会社 AC 福島ユナイテッド。2017年2月18日閲覧。福島ユナイテッド FC が緊急事態宣言。日韓スポーツ。2017年10月3日閲覧。平成23年第88号官報。2011年6月22日。2014年3月28日閲覧。 東北サッカーリーグ2011公式記録から一部東北社会人サッカーリーグ2012年11月19日閲覧日本フットボールリーグ新入会チームにつきまして日本フットボールリーグ http://www.jfl.or.jp:/jfl-pc:/view:/s.php: a イコール5342014年3月28日、閲覧。湘南ベルマーレ、福島ユナイテッド FC 提携会見。 湘南ベルマーレ、http コロンスラッシュスラッシュ www. ベルマーレ .co.jp スラッシュ724692014年3月28日閲覧。AC 福島ユナイテッドの筆頭株主になりました。 東洋ワーク、http コロンスラッシュスラッシュ w w w t o y o w o r k g r o u p j p スラッシュニューススラッシュ 1334.html 2019年7月29日閲覧。ab, 福島ユナイテッド ,j にライセンスの特例措置を申請。福島民有。 https://www.minyu-net.com スラッシュニューススラッシュニューススラッシュ fm20210904-653173.php2021 年9月26日閲覧。ab2022 シーズン J リーグクラブライセンス判定について、j 三福島の本拠地、雨の日は、田んぼサッカー、回収めど立たず。 読売新聞。https www 読売 COJP スポーツサッカー 20201115-IT5084 2021年4月7日閲覧。福島の桃 PR ユニフォーム決定のお知らせ株式会社 AC 福島ユナイテッドオリジナルの2017年6月24日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20171206150127/http://fufc.jp/newscat 2017億624万1 2 2 2 0年10月7日閲覧風評の払拭に ふんめる、http コロンスラッシュスラッシュ www.ssksports.com スラッ、um、シュふんめるスラッシュ 2018-momos ラッシュ2018年6月27日閲覧。福島の桃 PR ユニフォームデザイン並びに、着用試合のお知らせ、株式会社 AC 福島ユナイテッド、オリジナルの2019年6月7日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20190718111621/http:/fufc.jp/newscat2019 億607万14052020年10月7日閲覧2020福島の桃 PR ユニフォームデザイン発表 株式会社 AC 福島ユナイテッド https コロンスラッシュスラッシュ fufc.jp スラッシュニューススラッシュ10177スラッシュ2020年6月4日閲覧2020福島の米 PR ユニフォームデザイン発表株式会社 AC 福島ユナイテッド https://fufc.jp:/news:/10302/2020 年10月7日閲覧。桃ユニデザインのお知らせ、株式会社 AC 福島ユナイテッド、https://fufc.jp:/news:/10661/2021 年7月10日閲覧。 10周年記念ユニフォームデザインのお知らせ、株式会社 AC 福島ユナイテッド、https コロンスラッシュスラッシュ fufc.jp スラッシュニューススラッシュ10729スラッシュ2021年10月10日閲覧。福島のベ p r ユニフォームデザイン着用試合決定のお知らせ、株式会社 AC 福島ユナイテッド。 https://fufc.jp/.news/.10772/.2021 年10月10日閲覧 abdiu8 と、福島町づくりセンターの共同形質 AC、福島ユナイテッドに関するカテゴリー。ありがとうございます。